おはようございます。私は特定筋膜炎ニキです。今日はポイント練習を久々にやりたいと思います。ちょっとこうあいにくの雨なんですが、頑張っていきたいと思います。陸上競技場のトラックに来るっていうのが5月ぶりなので4ヶ月ぶりくらいなんですよね。前回ちょっと 1000m1 本全力で走って3分25くらいだったので、今日はちょっともう少し速いペースで72くらいですかね、 400m 72のインターバルをやるので、ちょっとそこに合流させていただこうと思います。ちょっと何本やるとかとかもしかしたら全然72で1本も走れないとかになるかもしれないんですが、頑張っていきたいと思います。数ヶ月ぶりのトラックなのですごく緊張しております。貸し切り状態です。頑張っていきたいと思います。今アップ2キロくらいして4分50くらいですね。体の調子は悪くないって感じですけど、さあスピード入れてどうなるかっていう感じですね。お尻とかがやっぱ筋肉が張ってるっていう感じはあるんですけど、頑張りたいと思います。はい、いいっすよ。いや、切って潰れるパターン。4本やって休んで、5本休む。いきますよ。はい。早かった。ごめんなさい。ごめんなさい。引退します。垂れそうだ。全然いいですよ。いや、本当にきついですよ。一本抜けます。一本抜けます。いや、本当にきついですよ。いや、本当にきつい。やばいね、雨。もうあんま見えねえよ。慣れそう。
めちゃめちゃきつい。体感60秒。8本目でリタイアです。すげえ肺が爆発しそうで足がもうちぎれそう。誰だよインターバルなんて考えたやつって感じ。とりあえず78から75くらいで8本走れたんでいい感じかなと思いますが、きつい。はい、というわけで今日のポイント練習は410本になる予定が8本目で DNS という感じでございます。きつかった。間60秒でやるもんじゃないですね。ひたすらにきつかったですね。腕しびれてもう何もできないまま終わったって感じです。バタバタしてました。そして終わった瞬間に天気が晴れるというポイント練あるあるですね。しっかり休んでまたポイント練習頑張っていと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。 Twitter では日々の練習食事などについて発信しています。よろしくお願いいたします。